こんにちは。まいひめ大学のお放送でございます、えー。今回はですね、マスコミ論について動画の方を送っていただきまして、私もね、放送や報道に関しましては様々思うことがあるんですよね。そのうちの一つ、例えば私に対してなんですけども、たまにこういうふうなメッセージやコメントがつくことがあります。えー、久保さんはまあ影響力があるんで、あまり無責任なこと言うと、影響を受けてね、 間違った方向に進んでしまう人がいるんではないでしょうかと。発言には気をつけた方がいいですよ。もしくは、どのように発言に気をつけてられるんですかっていうことですよね。まあ、これについてなんですけども、私が、ね、返信するのは同じで、あの、まあ、心配はないですよと。私の視聴者さんは、私が何かを言ったからといって、それをね、真に受けて、鵜呑みにして、右から左同じようにするってことはありません。私の発言も参考にしながら、自分の思考で決断したり、 行動したりりすする人ばかりですかでら私がたとえ間違ったようなことを言ったり個人的感情に任せて発信したこともきちんと受け止めてあなるほどねこういう意見もあるんだなでも自分はこうだよねっていうふうに考えていく方ばかりだと思うんですよというふうにお答えします。いやそれよりもね私の発言が何か人に影響を及ぼしてその人の行動や人生を決めるっていうふうに、まあ、先入観を持つようなことこそ。 私の市長さんを軽んじているんじゃないかなとまあバカにしてるんじゃないかなというふうに思っちゃうんですよねそんなにね私の言うことを鵜呑みにする人はいないと思いますよもちろん結果的に私と言ったことと同じ方向に進むってことはあると思いますけどもそれはあくまでも結果的になんですよねだから私の言うことを真に受けて久保さんが言うことだから右を左にしようかなとかね久保さんの言うことだからワクチン打つのやめようかなそういうことじはないと思いますやっぱり私の考考えも参考にしながら ご自身一人一人が自分の人格と決断を持って行動に結びつけてると思いますけどね。まあそこまで言うとですね今度はね、まあ、マスコミに対してですよよくねマスコミは大衆を扇動してるって言いますけども果たしてそうでしょうかマスコミに扇動されるような、まあ、愚かな思考力を持った人ばかりではないと思うんですよマスコミの言うことも参考にしながらでも自分はこう思うんだけどねっていう風に考える人の方が私は多いと信じるんですよね だそこまでね、情報を1から10まで鵜呑みにして、その通りに動く人ばかりだというふうに私は思ってないんですよ。もっともっと私はマスコミの情報を受け取る人を信じてるというかね、もっともっと別の可能性があると思ってますよね。うん、だから、あのー、大衆はマスコミによって、なんかコントロールされてるっていうふうにね、言いたい人っていうのはおそらく自分はそんなことがなくって賢いんだけどねっていうふうなこう考えを裏に。 払わしているんじゃないかなと思うんですよ。まあ、例えば今回ね。あの法務大臣が辞任することになりまして、別の方に変わるんですよ。なんで法務大臣がいきなり、自分の職を追われたかというと、あの法務大臣っていうのは死刑の。犯行を押す地味な仕事だっていう風うに発言したらしいんですけども、この法務大臣の全体の発言を見ていると、ただ自分の職業を謙遜してるだけの発信なんですよね？ でもその一部を切り取って、その印象が悪くなりそうなところだけを見せてるんですよ。で、そこに勝手なテロップをつけたりとか、勝手な解説をつけて、この法務大臣は命を軽んじてるっていうふうな論調に追い込んで、で、その切り抜き発言を見た視聴者さんが、まさにそう思ってしまったんですよね。だから私はいつも思うんですけども、本人とのやり取りの中で決めればいいんじゃないかなと。だから要約した、そのマスコミ報道なんてのは、あの、まあ、まさに要約なんで、 全く真反対の方向に誘導してる可能性があるよねっていうのを確認しながら覚悟しながらそういったダイジェスト切り抜き報道を見るべきだと思うんですよ。まあ、YouTube でもね切り抜きっていうのが流行ってますけども結局切り抜きっていうのは一番衝撃的なところだけを抜き出して見せることによって再生回数を稼ぐみたいな手法ですけども実際にロングのインタビュー1から、ね、100まで最後まで見ていると うん、そういった意味を込めて言ってるんではないってことが結構分かったりするんですよね。というのが人の発言っていうのはトータルで話したことの一部なんですよ。ですからどうインパクトをそこに植え付けてるかなんですよね。まあ、例えばねあの石丸市長っていうのが秋高田市にいますけどもこういう風な発言を切り抜きように作ってるんですよ。恥を知れという風に言われることもあるかもしれません。っていうのね。 発言で恥を知れってとこでで一旦切ってるんですよねこれはマスコミの方が編集しやすいように発信してるそうなんですよそうなるとですねなんか恥を知れってところで切り抜くこともできますし恥を知れって言われないようにしましょうねっていうふうに柔らかい印象を得ることもできますし両方使えるんですよねまあだから切り抜きっていうのはまあろくなもんじゃないなってことなんですよ <laughs> 全体を見て聞いて判断するべきなのに個人的に時間がないから面倒くさいからっていうことで一番面白いところだけを切り抜いてねでそこのインパクトだけを自分の印象として勝手に人物像まで持ってきてしまうまあ、そこについてはね、えー、ちょっと愚かさがあるかなと思いますんで切り抜かれたものっていうのはあの相当用心しなくてはいけないかなと思いますが限られた放送枠の中でそういうふうな切り取りをするのもこれはマスコミの ままあ仕方がないいことだとだ思いますね受け取る方はこれは切り抜かれたものだから全体を見なきゃいけないなっていうふうに常に思っていけばいいんじゃないかなと思います。まあ、あのちょっと前トランプ大統領がさまざ、あ、まな発言をする中でマスコミが切り取ったりとかね取り上げたりとかしましたけどもとにかくトランプさんに対しては悪い印象ばかりを植え付けるようにマスコミ報道はなされていたらしいんですよね。 私はそマスコミ報道を知りませんので、わ、あのー、かんないんですけども、ただトランプさんって、自分のツイッターで自分の発言してるわけですよ。っていうことは、トランプさんの発言を翻訳すれば、翻訳トランプさんの言うことを誤解なく受け取ることができるんですよね。で、誤解したとしたら、それは自分の解釈力のなさということなんで、マスコミに整理することはありません。でも、トランプさんの発言をいくつかまとめたものを切り抜いて解説付きの、いわゆるマスコミ論調を見ることを優先すると、 そこのオピニオンに意見に誘導されてしまう可能性は大いにありますんでやっぱり発信元から直接聞くっていうのが私は一番正確なんじゃないかなと思いますけどね面倒、うん、くさからずに興味があることだったら、うん、やっぱりこう根っこから引っこ抜くってことですよねそういう意味で言うと日本で言うとね NHK 党の立高隆さんっていうのは自分の発言をすべて YouTube に載せてくれてますんでいかにマスコミがその YouTube を切り取って報道しようと全く効果がないですねああいうふうな 言動発信の仕方が今できますんでね私もそのように受け取っていけばいいんじゃないかなと思うばかりでございますはいなちょっと長めに語っちゃいましたけどねじゃあナミさんから別はあの次回は YouTube ハンドルシリーズが送られてくるということなんで楽しみにしていきましょうまあマスコミは個人にフォーカスするんで注意まさにね注意していきましょうということで動画の方も拝見しましたいってらっしゃい